本日はですね、ラッピングネイルというものをやっていきます。これ以上出ないどの線です。私の頭の中クリスマスの曲が流れてる。いろんなカラーで皆さん、はい、皆さんこんにちは。リュージュールマーケティング部開発チームの琴井です。本日はですね、ラッピングネイルというものをやっていきます。何年か前に私の大好きなルミ先生がライブでやられてたやつなんですけど、これをリュージェルを使ってやってみると、こんなカラー使ったらいいんだなっていうのをお話しできたらなと思います。一応3色ぐらい作ってみたんですけど、こういった感じのものになります。ちょっと冬っぽいね、なんかラッピングされてる感じのやつを作っていきたいと思います。で、今日はこちらのピンクの可愛らしいカラーをこの3色を使ってやっていきます。ではまずこちらの2色、シャンパンホワイト、こっちですね、とこっちがスパニッシュローズというカラーになります。じゃあ可愛らしいピンク色です。こっちはシルバーになります。攪拌しますね。ラメはしっかり攪拌してくださいね、使う前に。はい、では2色を使ってパレットに取り出しました。塗っていきたいと思います。ベースなんですけど、こちらの2色のラメを使ってベースを作っていきます。ざっと取ってもらったら、もう思うがままにてんてんてん乗っけてください。で、結構ピンク強めにしたいなって思うんだったら、ピンク多めに、なんか3箇所ぐらい。そしたら一回筆きれいにして、今度こっちのシルバー乗っけていきます。これを空いてる隙間にちょんちょんちょん乗っけます。で、さっきのピンクとなじませる、なじませる、なじませる。で、隙間なくして、ちょっとシルバー感多かったかな。そしたらちょっと嫌だなと思ったらピンクまた足しちゃっても全然いいです。で、とにかくこう隙間なく、これもワンカラー違うな、1回でいけちゃいますので二度塗りいらないですね。しっかり発色してるし、ね、問題ないんじゃないかな。ルンルルン、こんな感じで塗れたら硬化します。はい、硬化が終わりました。そしたらですね、ここにノーワイプトップ、こちらを薄く塗っていきます。ラメはボコボコしてるので、次の跡をね、描きやすくするためですね。で、アートジェルでこのデコボコなくしてもらってもいいんですけど、ちょっと私の感触的にノーワイプの方が、これ未硬化が残らない方がいいなって思ったんで、ノーワイプでいきます。スリツヤちゃん、はい、硬化します。で、その間にこちらの今パレットにこれアートジェル、ミキシングアートジェル乗ってます。と、こちら20番のソフトホワイト、こちら使っていくので、ちょっと少しパレットに乗っけといてください。で、やってる間にピピピってなりましたね。そしたらフレンチの筆に持ち替えていただいたら、これプロの方だったら結構もう感覚でさーっていけると思うんです。私もお客さんにやるときはもうさーって何も目印とかつけずにいっちゃうんですけど、なんか斜め苦手だな、まっすぐ苦手だなって方は、最初にこのフレンチの、なんていうの、先っちょ、ここの部分に、見えてます？ここの部分にめっちゃちょっとです。めっちゃちょっと。白取っていただいたら、まず最初に、真ん中、ここに作ります。ってところで、印をしていきます。もうこんなのいらないわよってことは、全然なしで、次行った方が全然時短で済むので。なしでもいいです。これは失敗したくない、保険かけたい方、やってください。で、
まあ、これ中心に等分にのところにもう一丁線引きます。これがこっち側の線で、これね、もうこれ以上出ないぞの線です。これ以上出ないぞっていう線をめっちゃ薄く、もうほんと印なんで、で、ここと同じ間隔で、こっちがこの辺かしら。で、もちろんここと平行でね、いきます。そう、そしたらちょっと一回、これで綺麗にしましょうかね。綺麗にしたら、この子のこっち側、お尻みたいな、お尻かは分からんけど、その内側に、このミキシングジェルを含ませて、先端にはこの、ソフトホワイトを混ぜていきます。そうすると筆の中でグラデーションしてくれるので、ちょっとこうやってね、なじませ、まあ、こんなもんかなってなったところで、そしたらさっきのこのここ以上出ないぞの線を、私結構真ん中から描く派なんですけど、ぐーってなんかね、さっきのそのここ以上出ないぞの線を消すイメージかな、たどるイメージ、こっちからもつなげるイメージね。そしたらもう一度こっち下と上も同じように、最初に引いた線を目印にして、ギュンギュン。さっき未効果出ないのがいいって私が言ったの、なんかこのシュシュシュってつくのが私ちょっと好きで、なんか可愛いなと思ったからノンワイプにしたんですけど、これをもっとふわふわな感じにしたい人は未効果が残ってる状態の方がふわふわになってくれるので、そしたらクリアアートジェルの方がいいかなと思います。なんか何度かこうやっていくといい感じってなったら、次ライナー筆に持ち替えて、こうしっかりね、なじませたら、たまりを作らないようにしたら、ここの間に線をできます。皆さんこういう線ってどっから引きます？端から？私なんか真ん中まず決めちゃうタイプでは、こことここの間にも線を引いていきますね。これゴールドにしても可愛いかもね。今私白で引いてますけど、ゴールドだったらよりギラギラーンになって可愛いかな。こんな感じでラインを2本間に引いたら硬化します。硬化が終わりました。そしたらまたさっきみたいに印してもいいですし、線慣れっこな方はなしでもいいんですけど、引いてみますね。ここでここに通りますよーっていう線を引きます。等間隔のとこに引きます。そしたらこれをちょっと一旦きれいにして、さっきもやりました、こちらにミキシング、こっちにホワイトな感じで、そしたらさっき印したところで、なんかちょっとクリスマスっぽいアートだから、私の頭の中クリスマスの曲が流れてるあれ、これクリスマスの曲だっけ、これが今流れてる、どうでもいいか。で、こんな感じで1,2,3本塗っていきます。そしたらまたライナー筆に持ち替えて、では線2本かけたのでこれで硬化します。はい、硬化が済んだので、最後にニュージェルうるつやノンワイプトップでトコトコかけます。これね、本当に他のあのマーケティング部開発チームさんも言ってると思うけど、もう本当にこのツヤね、この子優秀。曇って帰ってきたお客さんとかに使うと、本当にこれすごいねって言ってもらえます。
こいつずっとツヤじゃんって言われます。そんぐらいすごいです。よし、じゃあこれを塗ったら乾かします。はい、乾かが終わりました。こんな感じで出来上がりです。で、例えば5本セットで揃えるならこんな感じ。ここなんかちょっと変わった感じで開けたりとかしても可愛いですし、まあ、こういうね柔らかい色との組み合わせだと、まあ、ギラギラしすぎず、まあ、こういう組み合わせがいいかな、まあ、いろんな組み合わせでも全然いけると思います。いろんなカラーで皆さんも試してみてくださいね。では本日はラッピングネイルをご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。イエーイ、じゃあねー。